私はこの前初めてバイトをして1ヶ月で11万円もらいました。すごく感激です。もちろん11も買います。お二人はどんなアルバイトをしてましたか？品川区の文香。 OK。 11万円1ヶ月でそんななる、大丈夫、ね、アルバイトでしょ、思い出あります？バイトしてた、その僕デパートでいわゆるお歳暮のできたのが大体9万とか10万ぐらいもらいましたね。そんなビジネスそんな時期あったんですか？もうバイトしながら音楽やったことってバイトしてましたね。この時期大変でしょ、お歳暮は。そうですね、でもなんかいわゆるいろんな人の家にも回ったりとか、あといろんな整理とかして、あと海苔を運んだりとかですね。海苔とか椎茸はね軽くていいんですよ。稲葉さんこれ絶対やってたな、これガムとかだと思うんですよ。サラダ油ね、ビールとかね、ビールサラダ油。松本さんそうだよねってやってないでしょ。いや俺はねやったことないでしょ。アルバイトありますよ僕は。何ですか？僕はね一番思い出深いのはモスバーガー。なんか楽そうだな。モスバーガーでこれね、あの休憩時間とかね自分でオリジナル作っちゃうね、いろんなの。フィッシュにミートソースかけて、いろいろやったんだけど、やっぱりねレギュラーの一番前。松本さんね、それ暇な店舗だってことですよ。当時まだ 3,4 店舗しかなかった頃だもん。その頃からすごいね。そうさ、モスバーガーの結構創世記を、今の人気はじゃあ、まあ俺が作ったすいません、モスバーガーの皆さん言い過ぎてます。